えー、ハロー YouTube。えー、ということで、今、<laughs> あの、えー、ハローワークの駐車場ですけども、えー、仕事なかったです。いや、本当にもう、笑うしかないね。仕事ないってどうよ。<laughs> えー、サさがみくんがね、働ける、 ことができそうなお仕事はないということでございますよ。いやー参ったら、あとね、えー、あ、失業保険は、なんか10万円、1週間以内に振り込まれるらしいんですよ、今月。で、来月がね、なんか8万円ぐらいかな。それで終わりみたいな感じです。まあ、えー、今月10万、来月、 もらっただいぶね、助かるんで、はい、失業権、それで終わりって感じで、もう、終了、それで失業保険が終了しましてですね、えー、次、職業訓練なんですけども、職業訓練は今ね、あの、なんとね、定員割れしそうや、マジか。<laughs> いや、ね、ほんま障害者の方がね、応募多すぎたらね、ちょっとあの辞退しようと思ってたんですけども、えー、実際、なんかね、定員割れしそう。 逆に定員割れしたら、もうなんかなくなるらしいんですよ。職業訓練自体が。ほんまに。誰、誰か誰か <laughs> 職業訓練受けてください。<laughs> マジかよ。え、そんなんあるいや、なんで、えだってな、職業訓練、月10万ぐらいもらいながら2ヶ月間ね、勉強して、スキルを身につけて10万円もらえるわけですよね。結構美味しくないですか <laughs> お申しださい <laughs> この街の方。いや、だってもったいないえ店、ー、員割れで亡くなる恐れがあるって今ちょっとね、あの、言われましたね。あの、予想以上に、その、なんか、来なかったっていう、うん、来なかったっていうね、非常にね、悲しい現実でね、みんなあの、 職業訓練さえ行く気力もなくなったんかなって。うん、職、だってあの、結構何人かいてはるんですよ。あの、あの、なんだろう、えー、マッえ、待合室におった人。うん。結構でも職業訓練って学校みたいにかなりハード、ハード、ハードらしくて、えー、結構ね、あの、うん、勉強しなきゃいけないんですけども、でもね、食べていくにはやっぱ必要なんじゃないかなと思います。うん。っていうか、あの、前歩いてるおっちゃんが。 チャック開けっぱ。あ、見つけ、見つけ、ずっと、ずっと見てたら、気づきあった。<laughs> まあそんな感じでね、えー、今日も、まあなんか微妙はね、うん、あのー、まあ10万円もらえるんで、まあ一月クリアなんとか、それで、えー、やりくりしていきます。で、来月は、うん、来月の風が吹くでしょう。 あのー、まあ、今月、え、来月半ばか、うんね、締め切りが4月16日までって言ってたんで、4月16日過ぎた時点でね、あのー、その、食後訓練が開催されるかどうかっていうの決まるらしくて、えー、で、つい、あのね、あのー、の認定日、修業不認定日が4月22日なんで、来月の22日ね、またハローワーク来るんです。まあ、またね、来週もね、あのね、えー、何が出るかわかんないんで、えー、また来週もね、あの、商業あの、ハローワークの方で来て、 え、就活したいと思います。えー、これ以外にあっちこっちアタックしてる人がなかなかね、えー、なくてね。まあ、難しいですよね。うん。本当に。まあね、今日はね、めっちゃ多いっすよ。うん。なんかね、ね、もうこんな田舎のように10、20 20代台ぐらい止まってるかな、車。うん。そのうち多分、15台ぐらいは、あの、ここの施設の人かな。<laughs> 5人ぐらいか、利用者。 まあね、本当にみんな仕事をする、えー、しよう、就活しようという気力もそがれたのかなってね。ちょっと残念な気持ちになってますけど。で、それでは皆さんごきげんよう。またです。